静岡県のいちごプラザに来ました。もういちご畑がいっぱいあるようなところで、まあそのいちごに特化した、まあその道の駅みたいなところなんですけど、いちご大福ってあるじゃないですか。ここのいちご大福めちゃくちゃうまいんですよ。やばいんですよ。もう他で食べるいちご大福、よくコンビニで買うやつとかとはもうわけが違うんですよ。もうやばいです、とにかく。だからわざわざ静岡までいちご大福買いに来ました。買いに行きましょう。行こう。こんにちは。ちょっといちご大福を買いたいんですけども。大と中ございますあけれれ、ども、どっちだっこたっれけ、で選前。んだよ、自分で選あ、そうだったっぼけ。選びます。選びはまい、ありす。がとうございます。台を買ったのかな。前、台買ったの？じゃあ今2つ、とりあえず今食べるからはい、どうぞ2つ買っどうぞ。て、あとはお土産だ、お土産。これ今食べますよ。はい。お茶もね、お茶買えますか？お茶もらえるのか？お茶もらっちゃいましょう。で、外で食べよう。さあ、その名もね、大福屋さんっていう、いちごプラザね、静岡のお店で買ったんです、これ。びっくりいちご大福なんですけど、なんか以前も、まあね、他、いちご大福以外もね、他にも売ってたんだよね。で、なんか他のフルーツが入ってるやつも売ってたんだけど、いや、やっぱりどれ食べても結局いちご大福だよなってなって、それでこのいちご大福も大きいのと小さいのがあって、やっぱりどっちも食べた結果、やっぱり大きいいちご大福がもう最強だよねっていう話になって買ったんだけど、なんかこれ前一回ここで食べてもう忘れられなくて、家に取り寄せてで食べたんだけど、でも結構まあ日持ちそんなしないんだよね、やっぱ。だからすげえ一生懸命 いっぱい食わないといけないっていうスタイルなんだけど、まあ、うわー、久々だな、でかいな、やっぱでかいっすよね。これめっちゃうまいから、いただきます。久々だね。めちゃめちゃうまい 先生、いちご大福がうまいな。もちろんいちごもね、まあここら辺は名産だからめっちゃうまいんだけど、この中に入ってる白あんみたいなのと、この餅と、これも全部がベストマッチだね。本当、これはうまいよね。今まで食べたいちごの食べ方で一番これが好きだね。もう。餅とかも普通に相当うまいからね。さすが大福屋って言った時あるね。いや、この白あんも相当うまい。うまい。また取り寄せたい けど取り寄せるともうすげえ量食わなきゃいけなくなるから で、結局さ、1日2日で食べなきゃいけないんだよね。だから余ったやつを2人で1日2日で食べるっていう、もう贅沢のね。贅沢贅沢。でも取り寄せられるので楽そうですよね。ね。調べてください。インターネットでいちごプラザの大福屋のいちご大福、しかもね、大粒の方をお願いしたいんですよね。そういうわけでございまして、こんなところでしょうか。いちご大福ご賞味ください。バイバイ。